750mm 期間の登山鉄道である、ディアコフトカラブリタ鉄道で運用されている3107型、2009年ディアコフトの車庫で従来型の機動車と並ぶ3107型、2009年、ギリシャ国鉄3107型機動車は、ギリシャのペロポネソス半島のディアコフトカラブリタ鉄道で使用される山岳鉄道用ラック式機動車であり、 製造されたスイスの形式付与型による BDMH2Z プラス 4A12 型とも呼称され、現車にこの形式名も記載されている。1896年に開業したギリシャ唯一のラック式鉄道である 750mm 機関のディアコフトカラブリタ鉄道は、当初ピレウスアテネペロポネソス鉄道によって建設と運行がなされ、 近年では1958から67年に、いずれもフランスで製造されたビ b ル製の 3000HK 及び、ドコービル製の3004型の両形式を使用して、ギリシャ国鉄によって運行されており、国内有数の観光路線となっていた。しかしながら、これらの機材や施設の老朽化が進んでいたために2003から9年に、機材の更新とこれに伴う軌道等の強化を軸とした。 総額3700万ユーロの近代化計画が実施されることとなり、2007年にスイスのシュタットラーレールから3両固定4編成が導入され、翌年から運行を開始した電気式のラック式機動車が本校で記述する3107型である。シュタットラーレールは従来スイスをはじめとする各本形式は基本設計は同社の低唱式車両シリーズである。 GTW のものを台車駆動装置1980から90年代に SLM が開発し、その後シュタトラーが引き継いだ標準型ラック式電車シリーズのものをそれぞれベースとし、ラック式駆動装置を装備した台車と粘着式駆動装置を装備した台車を別個に装備して構造の簡略化と粘着区間での最高速度の確保を図ったことが特徴となっており、 三両固定編成で6機、装備される台車のうち、中央車体の2機が、ラック区間の駆動用ピニオン1軸を、両端車体の各1機が、粘着区間用の同軸1軸をそれぞれ装備しており、両端車体の残る1機ずつは、ラック、粘着区間どちらの駆動装置も装備しない、受台車となっている。なお、粘着式駆動装置での車軸配置に、B プラス 22B に、 ラック式駆動装置での車軸配置は22プラス 1A、1A プラス22となっており、双方を合わせた表記では 2B プラス 1A ズ 1A ズ、B2 となっているほか、本形式を GTW シリーズの1形式とする資料もある。基板と製造所、製造年、製造番号、車体番号は下記の通りである。ガラス張りで全面展望を確保した三千百七型の運転室、 2009年、ありがとうございます。